3. 笑い亭夢之助は、元落語家、元タレント。北海道札幌市出身。本名、佐藤忍。出林、し、奴の行列。落語家として2019年頃までは、落語芸術協会に所属し、2015年頃までは、同協会の理事も務めていた。タレントとしては、アートプロモーションに所属していた。いや、どうもどうも。 はいはいはいといった底抜けに明るい口調と起点が利くキャラクターでテレビ番組、ラジオ番組の司会者、リポーターとして一躍人気者となる。東京都やその他の地域のツボネでレギュラーを持ち、主に司会者として活躍した。一時は本業の落語に精進するためにテレビラジオの仕事を控えると宣言。しかし、完全にマスメディアでの仕事をシャットアウトさせることはなく、 2000年代以降も旅番組やグルメ番組でリポーターとして活躍を見せたほか、ペッケポンなどのバラエティ番組にも出演した。一方、本業の落語では新宿末広亭をはじめとする東京都内の各寄せに出演し、かつては年2回の独演会を国立演芸場で開催していた。主な演目には、こんにゃく問答、魚根門、祖骨の釘、就論、 言武器源太ら、天狗さばき、矢次郎などがある。2019年頃に落語芸術協会を大会し、引退。若手時代から、信仰のあった、桂米ネと、三遊亭子ユーザが、YouTube の対談で明かしたところによると、廃棄士を患ずらって、次第に、余生出演しなくなり、公演程度の活動は続けるとしていたものの、最終的に、落語芸術協会へ、 名跡返上の手紙を出し、完全に廃業したという。趣味は、園芸、料理作り、世界の小物集め、麻雀。NHK 日本テレビ系列、TBS 系列富士テレビ、系列テレビ朝日系列テレビ、東京系列 BS11、ABCD 落語芸術協会公式ウェブサイトの、新内一覧のページの2019年10月25日時点での、 インターネットアーカイブには、夢の助の名前があるものの、同年12月26日時点でのアーカイブには、夢の助の名前がない。AB 落語芸術協会公式ウェブサイトの役員一覧のページの2015年4月26日時点でのインターネットアーカイブには、夢の助の名前があるものの、同年8月13日時点でのアーカイブには、夢の助の名前がない。ABCD スポーツ日本2000年5月6日付けかつては、アクターズプロモーションに所属していた。ABC ピアムク、焦点50年史1966から2016124ページ、落語界の、消えた天才小遊三ヨネスケが憧れた男、YouTube 突撃、ヨネスケチャンネル、該当時間5分38秒から7分20秒、 https コロンスラッシュスラッシュ www.youtube.com スラッシュオッチ、v コールナイフ U ブックスグフレー &t イコール5立方メートル 8S2021 年8月28日、閲覧。週刊ポスト、1996年5月10日、号、131ページこれは、留学さんがスポンサーであるにもかかわらず、市販の風邪薬は効かないと、 大喜利本編前の挨拶で言ったことが原因とされる。この天末は生放送。面白寄せのハリセン大喜利にて、しばしばネタとして話していた。落語家、夢之助さん、主は通訳儀が散る島根の敬老会で落語に主は気が散る講義で、謝罪。三笑い手、夢之助さん独演会。落語芸術協会を訪れ安木市長2日に謝罪。 夢之助さん手話トラブル問題や杉ぎ敬老会、賢人の集いの落語独演会について同社のタレント一覧ページ。なお、2019年頃に落語芸術協会からページが削除されて、以降もしばらくはアートプロモーションにプロフィールが掲載されていた。アートプロモーションのタレント一覧、ウェーバックマシン。ありがとうございます。